ヤン・ジオンは韓国の歌手、スピカ・ユニ・ティーの元メンバーである。グッドエンターテインメントの練習生だったジオンは2006年に女性歌手グループ、ご少女の結成に伴いメンバーとなる。しかし翌年、所属事務所の突然の財政悪化によりご少女は正式デビュー、直前に解散を余儀なくされる。その後、芸能事務所をネットに移籍し、映画、コサに出演。 2009年4月にネットはティアラの結成を発表。ジオンもメンバーとなる。ティアラとして MBC ドラマシンデレラマンの OST デジタルシングルをリリース。ミュージックビデオも2編公開。テレビに数回出演した。しかし、同年7月、ティアラ正式デビュー時に彼女の姿はなかった。女優として活動した後、b ーネムエンターテイメントに移籍。 所属事務所の先輩ヒョリの協力により、女性歌手グループスピカが結成され、ジオンもメンバーとなる。スピカは2012年2月9日に初の歌番組に出演して活動を開始した。2017年2月にスピカが解散した後、2017年10月から2018年1月にかけて放送されたオーディション番組である KBS、ザユニに出演し、 最終6位でユニティのメンバーに選出され2018年10月まで活動した。2021年4月 CLN カンパニーに移籍。ありがとうございます。